はい、どうも、スケイです。今回は BO3 の地位ですやっていきます。こちらの方は後付けですね。これはもうだいぶね、後付け後で話しております。というのは、もうこのね、自分の撮った動画すらも覚えてないっす。現在はまあもう自分プレマスになってるんで、まあ、そうなんですか、今この、映ってる映像と多分、すごい、差があると思うんですけど、その辺はちょっとお気になさらずって感じですね。で、なんでね、こんな古い、昔のっていうかさ、成績、レベル低いのがあるのかと言いますと、自分一応取ろうと思ってた試合、後付けでこうね、なんか雑談とか話したいやつがやっぱあるじゃないですか、中には。ちょっとヘッドホンのけよ。音が全然拾ってくんない。で、でね、で、BO2 の時とかは、何本かあげたんですけど、そのね、例えば意外としたら豆知識というのをね、何本かあげまして、そういうね、雑談的なやつもね、ちょっと話していこうというネタとして、この、まあ、動画のストックとして PS4 の方で、撮ってるんですけど、それをね、数えたところね、ものすごい数だったんですよ。初心者の時から、まあ、今のプレイステージマスターまでの成績というか、この、まあ、クリップっていうのかな、動画数がそんだけありまして、まあ、それをね、少しずつ消化していこうかなと、知っていこうかなということで、こうね、一番古い動画からちょっとずつ、こう後付けで喋っていきたいと思います。今回は別になんか特にこれっていう雑談じゃないんですけど、ちゃんとしたやつじゃないです。すみません。まあ、そんなのさっき、まあ、動画はね、成績、まあ、軽く参考になるくらい見てもらえたらなと思います。で、PS4 の方で撮ってる理由としましては、まあ、一応自分、キャプチャーボードの方があるので、そちらで撮ったらいいじゃないかってあると思うんですけど、最近ね、キャプチャーボードの調子は悪くないんですけども、パソコンの方のね、調子がものすごい悪くてですね、パソコンつけるじゃないですか。でね、ひどい時は、キャプチャーボードを開けようとした時にも、パソコン強制終了で何回も落ちるんですよ。その繰り返し。もう十何回やってもさ、つけて落ちて、つけて落ちて繰り返しでさ、もう取れないんですよ。で、ごくたまに、そのキャプチャーボードの調子、キャプチャーボードじゃなくて、パソコンの調子が良くてね、キャプチャーボードのとこまで行って、動画撮れる時もあるんだけど、その動画撮ってる時にブチッと落ちる時もあるの。だから、そういう時もあるから、一応ね、それ撮ってたのをもう、この PS4 の機能を使って、一応、声は入ってないけど、こうやって後付けで話しようとして、残してるっていうのはめちゃくちゃあるんでね、そちらの方を紹介していきたいと思います。で、こうやって話せたら、もう、一個一個動画消していくのでね、削って言っても、アップロードしたの消すんじゃなくて、この自分の PS4 に残ってる方を消すだけですね。その辺は、ご了承大丈夫ですね。問題ないです。いや、本当にね、なんでね、こんな落ちんのっていうか落ちるんですよ。まあ、パソコンもね、結構ボロですし、結構使ってるっていうのもあるので、仕方ないのかなっていうところあるとは思うんですけど、にしても落ちすぎじゃないかという。でね、まずちょっと話変わるんですけど、例えば、動画の始めとかにさ、なんか、つけてる人はつけてるんですけど、イントロっていうのかな？オープニングの、なんか、10秒くらいですね、こう、かっこいい。イントロみたいなのあるじゃないですか。ああいうのちょっとね、自分で作ってみようかなと思ってね、一応、ちょっと挑戦してるんですけども、そのね、作って、なんていうんですか、その、保存する段階で、いつも落ちるんですよ。このダメなパソコン。このダメなパソコンちゃんはね、落ちるんですよ。だから、例えば100読み込むのに、50%読み込んで、わー、強制終了で落ちるんですよ。で、これがもうね、自分もう50回くらいもっとやってると思うんですけど、こう、その繰り返しでも落ちまくるので、ちょっと諦めてます。パソコン変えてからは、できるようになったらまたね、イントロ作って、そちらの方また動画紹介しつつ、で、よかったらその、ね、この動画の初めにこうね、最初イントロというかオープニングつけてから、実況の方とかね、そういうのつけていこうかなって考えてます。なんで、イントロつけるのは、動画の
動画というかパソコン、まあ、このね、今のパソコンが調子に戻るか、新しいパソコンを買いかけてから知りたいと思いますので、よろしくお願いします。あと何かあったかな、まあ、こう、PS4 で撮って、録画機能で撮ってる動画がめちゃくちゃあるから、それを雑談として話していくって話したから、あとあるとすれば、あ、それちょっともう一個あるって、今多分、プレステージなんぼだろう、ちょっと、ちっちゃくて見えてないんですけど、かなり昔なのでね、今のね、自分と多分動き方ちょっと違うんじゃないかなと思います。最近上げてる動画、まあ、一応ね、PS4 で撮ったやつはこう後付けでどんどん話していくんですけども、それに違って一応キャプチャーボード撮ってる方もね、もう一応 YouTube の方アップロードしてて、ただ、非公開にして上げてないだけなので、その辺はまたね、またそっちと、まあ、おいおい、こう、なんか、交互に上げていきたいと思います。小出しにしてね。毎日投稿できるほど多分、数はあるんだけど、そうするとちょっとなんか、毎日上げてる方が多分チャンネル登録者数も増えるとは思うんですけど、自分の場合はなんかね、こう、毎日上げてるにもかかわらずチャンネル登録者が減ってきて、こう謎の現象が起こるので、わざとちょっと毎日投稿はやめてます。なんか、何日かおきに1本上げる方が、なんかチャンネル登録者数が増えるんですよ。増えなくても減ったりはしないんですよ。なんか知んないけど。だから、それでわざとしてます。まあ、ただ、絶対増えるであれば、毎日投稿してもいいんですけどね。まあ、そんな感じですね。あとは、まあ、一つじゃちょっと雑談話していこうと思います。まあ、知ってる人は知ってるかもしれないですけど、猫舌について話していきたいと思います。まあ、猫舌の人って、まあ、熱いものにすごい弱いじゃないですか。まあ、ちなみに自分は全然猫舌じゃないので、別に熱いものとか普通に食べれるんですけれども、なかなかね、猫舌の人って結構、熱くてすぐ食べれないっていう人多いですよね。それはなんで食べれないかと言いますと、あのね、あ、まあ、ちょっとアメトークの方でも言ってるかもしれない。まあ、自分アメトーク、そのやつ見てないですけど、確かなんかね、猫舌なんとか芸人みたいななんかあるんですよ。自分見てないんでわかんないです。それでもしかしたら猫舌の対策的な出てるかもしれないですけど、それ以前に知ってる情報がありまして、猫舌の人に言いたいのが、猫舌の人ってね、まあ、食べ方が下手くそなんですよ。言っちゃ悪いですけど。なんでかっていうと、舌のね、先端に、そのね、温度を感じる部分がめちゃくちゃあって、その食べるときにね、そのね、必ず、猫舌の人って、熱いにもかかわらず、その、ね、先端をね、こうね、当てながら食べるんですよ。だから、熱さを感じて、こう、やけどしちゃったりとかよくあるらしいんですよ。で、猫舌じゃない人は比較的そのベロの奥の方で、当てて食べてって言ったらちょっとおかしいけど、の方で食べてるので、なかなかね、その熱さとかをね、その猫舌の人に比べたら感じないよっていうのはありまして、まあ、猫舌の人と普通の人の差っていうのは、舌のその先端の方を当ててるか当ててないかの違いなんですよ。だから、まあ、対策としては、その先端を当てずに食べたらいいので、ベロをね、まあ、ちょっと食べにくいかもしれないけど、ちょっとベロを下にね、下の歯にこう、当てておくというか、で、こう、なるべくその手前じゃなくてさ、奥の方を入れる感じでやったらね、熱くないと思いますので、やってみてはいかがでしょうか。だけどね、動画自体は相当前のだと思います。もう自分でもこれいつ撮ったかも覚えてないですけど っていう感じの試合ですね。動画ね、何十本もあるので、それをまたこうやって雑談しながら話していきたいと思います。というわけで、今回動画もご視聴いただきありがとうございます。では、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。